んで。あ、そうなの、はい、あ、どうも。どうも。お待たせ、ありがとうございます。ありがとうございます。最初の、もうそこ、入学式の店。あ、そうなんだ。はい、おめでとうございます。
除染出会いも目で確認しました。ですから土地がどれだけ汚れてたかも分かってますし、どれだけ回復したかも分かってます、それで牧草が作れる、そういったことを確認した上でここで牛を飼えるんじゃないかという思いから、あの試験ということで、それを牛に飼う試験の実証をさせてもらうことができました。それで、毎週あのサンプリングをし36回やりました。それで大丈夫だ、 ND だということで、あのそうですね、はい、牧草の、はい、このあのえ今あの食べさせているこの牧草が、あの自給飼料、あの自家産なんですが、はい、あ、自家産なんですか、この牧草そうですか、こっちの管理もでも十分すぎる、あの検査体制、十分すぎる、アドバイスをいただきましたが、毎日搾乳し、毎日食べさせた牛乳が3日後にはあの移行したとすれば、それがあのもしのであれば影響があるという、そういうあの口に入るが3日後という、そういうあの流れになるので、それが毎日、まあ、完全に検査をしているとはいえ、大丈夫だろうかという、そういう不安があります。ですから、この場で食べさせたものが本当に大丈夫なのか、目で見えるんだったら、本当に僕らは毎日搾乳し、明日搾乳したものが出荷するということであれば、安心も生まれます。まあ、そういったところで、私、始まったばっかりなんで、まだまだそういったところは、まあ、十分じゃない、十分なところもあるんですが、十分であるということは、消費者に対してはそんなことでは、ちゃんと着実に、安心してあの飲んでいただけるものを生産できる生産者でありたいと思いますので、その、 あの信頼を一日一日積み重ねて、将来に向けてまた明日の人生を歩みたいと思います。あの検査の方は全体で1月までの間は、ね、試験期間というので、市場に出さないということで、十分検査したという実績で、いよいよ1月から。全て配置なので、あ、そうですか、うん、でもしかしこの中で大変な努力困難を乗り越えるための、本当にずっと、まあ、我慢強く続けられた経過だろうと思います。そして若い方が乗ってて心強いですね。ちょっと守れます。牛を飼い始めると、もうストップは効かないですね、はい、もうこのままいけるんであれば、という思いでいます。それでは、この使いしますか。何か役に立てないかという思いでですね、自ら採取された
約1万株の乳酸菌、これを入りすぐってですね、当社に提供していただいた素晴らしい乳酸菌です。これがですね、あの乳酸菌の名前でして、あの11月19日に発見されたんです。発見の日にね、おしくの農協法の交付日と。今日の調子を整えたり、そうなんです、成長作用は非常にあります。自然免疫力は、ね、ここ高める効果もある。自然免疫力だから風邪をひねった。そうです。他のメーカーでもありますもんね、そういうやつ。はい、これ美味しいしね。ありがとうございます。美味しいね。ありがとうございます。当社はですね、震災後の風評被害で売り上げが激減しまして、牛乳はですね、半分以下に落ち込んでおります。いまだにですね、すいません、割れたの。それでこのヨーグルトでですね、なんとか風評を払拭してですね、少しでも福島復興に貢献できたというふうに考えております。本当美味しいですよ。ありがとうございます。これ中心どの辺で売ってるの、スパンドは。県内中心で、まあ、ネット販売とかですね。東京ではまあ、あそこ日本橋の、アンテナショップ、あそこにはあるわけです。あれだ、タイマーケットを東京で売るのと買えるからね。ね、ご相談。いや、俺もそう言ってんだよ。福島すぐそこにはねえんだからね。そうですね。ってことは、特殊なことは。そうだよね。そういうのを、デパイとコンビニとかね。コンビニとかどこ入るんですね。本当に美味しい。まあ、ありがとうございます。もう具体的なそういう話はちょっと。ありがとうございます。本当に美味しいんですから。あの、これ、ちょっと、いくら。あの、120円税別で。盛大に開催されましたことを心からお喜び申し上げます。本日の集いを実現させた関係者の皆様のご努力に心から敬意を表したいと思います。あの東日本大震災、そして東京電力福島第一原発の事故から6年、ここ富岡でもようやく帰還困難区域を除き避難指示が解除されました。本格的な復興に向けた第一歩です。夜の森で歩いてお花見ができる、かつては当たり前だったことが7年ぶりにできるようになりました。大変嬉しいことであります。まだちょっと三分咲きの手前ぐらいでありますが、今日その夕方になればもうちょっと開いてくるかなと期待をしておりますが、今日はここまで町長と一緒に歩かさせていただきました。でも本当はこの桜並木を最後まで歩きたい、
これが富岡の皆様の本当の願いだと思います。皆様のその願いを一刻も早く叶えられるように力を合わせていきたいと思います。皆様と共に復興を一層加速させていく、そして富岡の皆さんがこの町に生まれてよかったら、この町に住んでよかったら、そう思ってもらえるように全力で復興に力を入れていきますことをお約束いたしまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日はご盛会おめでとうございました。松永君ってフランスに渡したりして、あ、そうですか、フランスのこの間市長のところに会って設備してきたでしょ、あ、あの女性市長、はい、そうですね、はい、あ、そうですか、それであのやはり私自身もですね、やっぱりあの震災前は全く通気はなくてですね、あの震災が起こってやっぱり浪江町の重要なアイデンティティだなと思いまして、うん、あの戻って携わりました。あ、そうですか、はい、でそれでやはりあのやっぱりこのような伝統工芸というのはですね、日本全国の、 あの全体的な問題だと思っておりまして、まあ、今私自身はですね、後継者育成とかあとブランド作りというところに取り組んでいるんですが、やっぱりこのようなあの厳しい局面に立たれた時にさらに問題を解決することによって全国 の、 あの伝統工芸の 全体の解決につながるのかなと思って、ロールモデルになるような取り組みをしております。それが2020年のオリンピックに向けて
て、あの、あと3年ですか、あの、頑張って、あの、復活できるように頑張っていければなと思って、これ日本の活力になればなと思って。そうですね。で、これ、あの、作られたのこれ？はい、この、これ私 の、 じあの実家が松永。はい、松永が頑張っていまして。8軒ぐらい。はい、じゃあ松永さんとか何台かついてる？うちはあの4台なんです。あ、4台も、はい、ついてますね。はい、そうすると、明治期ぐらいから。明治期から、はい、ついております。はい、本当に300年の伝統を持ってますね。そうですよね。はい、まあ、土がね、大切ですから。そうですね。あ、土もですね、実は汚染されてしまったんですけども、あ、そうなんだ。あの、新しく調合し直しまして、瀬戸の土を調合して、2年かけて予約を。瀬戸の土をね。はい、そうですね。ここまで、はい、あ、そうですね。しました。私の地元にも、萩焼きが、はい、萩の人、あと長門と長門市なんですが、はい、そこでも、はい、あの、だいたい、まあ、なんとか今、あの、ついでって、待ってますので、はい、生存の新しい不動宮なんかにして、あの、行きますよね。桜原新兵さんという、バッド古い、そこの息子さんもね、フランスに留学して、最近帰りましたので、ね。しょうがないと言ったんだけどね。あなたとそもそもあった。あ、そうですか。改めて。そのラフタリオの右に出るものがね。右に出るものは。カチューマ。カチューマ。カチューマに乗るって感じだね。我々の世界だと。勝利だよ。右に出るものが。そういうお茶を飲んだり、お酒を飲んだりすると、勝負ごとに勝つと。勝負ごとに勝つ。はい。言われております。私はこっちは選手の前で勝つ。あれ？あ、じゃあ、はい。最新、どうですか。やっぱり、カチューマをちょっと、うん、カチューマをね、これを、これが、これなんですね。これが、20月の、これがこの20月の、20月の、これは昔から、代表者の阿久津君です。そうそうそう。
ジャビアングランプリで。はい。震災前から、何年の町を走っているので、焼きそばとして頑張ろうと思いまして、震災後、念願のですね、全国の第1位の町を獲得することができました。総理、震災後は役所です。震災後は、ね、要するに当時、やめようかっていう話があったんですけど、うん、東北グランプリの皆さんが応援して、うん、で今日は大曲りの、うん、豚汁も、豚汁じゃない、納豆汁も来てますけども、その方の応援でやってきました。はい、はい、はい。あ、これがずっとなんだね。震災の記憶ですよ。はい。それすみません、せっかくなので、ご用意してもらって。カメラを立ち上げてください。大丈夫です。ちょっとご説明よろしいでしょうか。実はですね、浪江町にですね、浪江流で、チリ唐辛子をかけていただいて食べるのが浪江流です。それで、我々こちらの一味にあやかりましてですね、ぜひ我々の仲間に総理もなっていただきたいと思います。私がですね、一味、総理の一味だからね。ぜひとも、鍵の上をかけて、受け出していただいても、よろしいですか、はい皆さん、よろしいですか、はい。じゃあ、一本の指を出していただきたいんですが、はい総理もですね、浪江焼きそばの一味だ。一味だ。一味だ。よし。仲間だって。そうですね、このようにしてですね、浪江の応援団をたくさん増やす活動を今なお頑張ってやっております。浪江もですね、やっぱり産業が盛んな町だったっていうこともありまして、このすごい太麺ですね、もやしと豚肉というシンプルなんですが、大変な腹持ちを良くしようということで考案されました。で、約60年前から続いている焼き込みです。60年前から、はい。で、このちょっと太麺になったんですか、これ。そうなんです。やはり我々としてはもう認識としてはもう普通の麺として食べてる人と思ってたんですが、やはりうどんとも、うどんではないんですね。海水を使ってますので、中華麺なんです。なので、やはりうどんの食感とは若干違うと思うんですが、美味しいですね。やはり会場になってからですね、調味も懐かしくこちらの方に来て、浪江でやはり浪江の地でこの浪江焼きそばが食べれたっていうことの思いがですね、すごく伝わって、もうこちらの方で、帰りがけにですね、美味しかったと調味の方に涙ながらに言っていただいて、本当に嬉しいと思っております。そうです。ソースは何か結構あるの？ですね、ウスターソースがベースなんですが、非常にその濃厚な味付けで、実はラードを使っているんですね。サラダ油ではなくてですね、ラードで炒めているところが、これも全部食べたいんですか？東北グランプリの出場者なんですけど、次が来たんですよ。
他の方ですね、これね、はい、黒石ですね、黒石ね、はい、これ売ってるでしょ、はい、あ、そこは一緒です、これで横手持ちやる、それ横手、はい、まあ、こうやってあの全国に街を盛り上げようと、ありがとうございます。あ、すいません。嬉しい。震災後、子どもたちにも浪江頑張れと応援していただきまして、このような絵とか描いていただいたりしています。これがソース、ソースになるんですね。後掛けする方もいるんですね。さらに、あのソースにですね、さらに1ミリを、で、こういう1ミリを出してですね、はい、毎週第1の土曜日をやっています。うん、
そこでイベントを協力して、福島大学の生徒さんが来られています。こんにちは。こんにちは。いつも協力するので、はい、ビートに行きました。あ、そう。残念な人が集まってくれました。そうですね、皆さんの笑顔。で、今、皆さん、学生さんと総理に近づいて、一人暮らし行ってる方もいれば、学生さんと総理に近づいて、向こうに生活してる方もいらっしゃる。はい、皆さんこちらにも目線ください、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。日本酒とビール、ビールは間違いないです。はい、はい、入りビール飲むわけですから、タワーでいいようになっちゃう。でもなんだかお腹の季節なので、いっぱい飲みたいですね。はい、ありがとうございます。で、今からこんにちは。はい、ありがとうございます。安倍さんに忙しいところに来ていただいたんですけれども、子どもたちにもうすでにソフトバンク支援されたの例のことで、すべての小中学校にドローンを、ペーパーを配置したりして、プログラミング教育を進めるために、子どもたちが今、そのプログラミングしたやつをぜひ見ていただきたいということですので、よろしくお願いいたします。説明は、誰がするのかな？僕はする。最高もする。僕たちの町について、僕たちが描いた絵を使ってペッパーが紹介してくれるので、ペッパーの変化をしてください。4月から僕たちの学校が再開するんだ。新しい小学校の緑の人工芝の運動場で遊ぶのが楽しみだな。僕たちの学校ではロボットと一緒に勉強できるんだ。ノーベル賞を受賞できるように勉強頑張ろうかな。僕たちはロボットが人を助け活躍する街を目指しているんだ。大人の皆さん、頑張ってね。楽しみにしてるよ。僕も頑張ります。3年後にはロボットの国際大会が開催されるんだ。僕たちの街に人とロボットが大集合。緊張しちゃうけど、とっても楽しみだな。ありがとうございます。はい、ポイントさん。はい、どうも、ありがとう。誰かが描いた AK でしたね。あ、今のね。はい、そうですか。ありがとうございます。頑張ってください。はい、どうも。Thank you.
か見えないAmen.
にロボットをたくさんのネットワークにされるようなネットワーク型のロボットでロボットの時間を使いやすくしていくと思っています。でその形で、まあ、アルテストの新しい人材教育と通じロボットの時間を開発したら、読めちゃうコースを進めていくと言うことです。大丈夫かな。
はい、ではちょっと町のカメラさんいらっしゃいますか。はい、はいはい、こちらお願いします。こちらです。はい、こちらお願いします。3、2、1。もう一回いきます。もう一回いきます。3、2、1。はい、玉と、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、本日の福島視察、富岡町や浪江町などの避難指示が解除されてから初めての視察となりました。はい、今回の視察の感想と今後復興に向けてどのように取り組んでいきたいかお考えをお聞かせください。はい、福島県では4月1日をもって、帰還困難区域を除いて、原発事故によってですね、避難指示が出されていた区域ほぼすべてが解除されました。今日まで様々な困難を乗り越えながら頑張ってこられた皆さんがですね、一歩一歩前進をしている様子を伺うことができました。楢葉においてはですね、生乳の出荷が再開され、そして富岡では桜並木の復活を祝っていました。そしてですね、浪江においては商店街がにぎわいを取り戻しつつあります。また復興の未来は子どもたち、ここ南相馬においてはこの小高区において小学校が再開をし、子どもたちがドローンやロボットの操作を学んでいました。2020年にはですね、ロボット競技の国際大会の一部がこの南相馬で開催されます。ロボットといえば南相馬と言われるようにしていきたいと思っております。今後ともですね、被災地の皆様に寄り添いながら住まい、そしてなりわい、まちづくり、そしてさらにはこれのケアに全力を尽くして福島の復興、そして東北の復興を成し遂げていきたいと思います。復興が徐々に進む一方でですね、帰還困難区域が依然として残っていたりですね、自主避難者の方の問題もありますし、それに関連して今村復興大臣の発言が物議を醸しているといった問題もあります。そうした問題について政府としてどのように受け止め支援を進めていくお考えでしょうか。福島の原発事故によって多くの方々の生活が大きな影響を受け、そして一変してしまいました。国としてですね、福島県をはじめ地方自治体の皆様とですね、協力をしながらそれぞれの方々の状況に対応した支援を行っていきたいと思います。また帰還困難区域においてはですね、復興拠点から段階的にですね、しっかりと進めていきたいとこう思っています。また今村大臣の発言の問題につきましては、大臣からすでに謝罪をしているところでありますが、私からもですね、率直に弱火を申し上げたいと思っています。今後もですね、福島の皆様、そして被災者の皆様の気持ちに寄り添いながら復興を進めていく、この安倍内閣の方針は全く変わらないわけでありまして、今後ともですね、福島の復興なくして東北の復興なし、そして東北の復興なくして日本の再生なし、この基本方針のもとに復興に全力を挙げていく考えでございます。